根から天守を見てみました。川面から見上げる天守閣もおつなもんでです、と城好きの落語家さんなら言いそうですね。全国で現存する12天守のうちの一つで国宝に指定されています。この大きな建物は松江歴史館です。上から見ると大名屋敷のようですね。ここは途中までは無料で入ります。大手前発着場です。下船してお城見物です。松江城は1611年出雲沖の国司堀尾義晴が宍道湖畔に築いた平山城。三の丸から見た二の丸城段の石垣、松江城の石垣は打ち込み萩がほとんど、野面積みや切り込み萩も一部に見られますと記されています。大手門跡を入ると二の丸下段、ここには米蔵があったと記されています。登り三の門跡を入ると二の丸城段です。左の石垣の上に太鼓櫓が復元されています。左から南櫓、中櫓、太鼓櫓が平成13年に125年ぶりに復元されました。
蔵の2階に上がると内堀と三の丸が見えます。三の丸は現在島根県庁です。右側に月見櫓跡、階段を降りていくと千鳥橋から三の丸へ。二の丸南櫓の西側には幸運閣があります。1903年、明治36年に明治天皇行幸寺の御宿所として建設された祇園風建築の迎賓館、入館無料です。この階段を上ると本丸です。天守は高さ30メートル望楼型外観5層、内部6階。現存する12天守のうち国宝の一つ。西側から見た天守、北側には馬荒井池があります。南側から見た天守、松江城のシャチホコは左右大きさが違うとかわからないから、本丸から二の丸下段を見る。天守の横に祈祷櫓跡、なぜ？最後まで見ればわかります。ズームアップすると案内板の表示がボロボロ。2段になっています。天守の中に井戸が現存してるのは松江城だけ。天守地下に祈祷札？なぜ？最後まで見ればわかります。左の大きいシャチホコがオスかな。
ップ時に周囲を板で包んだ柱があります。この板は包み板と呼ばれ、ガスが金輪で止めて柱を補強するためのもの。ではと思っていたけど、ここにあったのか。天守最上階は天狗の間と呼ばれ、室内には壁がなく四方を展望できる造りです。松江の町と宍道湖が一望ですね。お城巡りの後は小泉八雲亭、武家屋敷を見て帰りました。小泉八雲といえば、この松江城にも怖い悲しい話があるのですよね。天守閣の石垣が何度積んでも崩れるので、人柱を建てようと相談がまとまり、盆踊りの夜、踊りがうまくて可愛い娘をさらってきて、有無を言わさず、人柱として生き埋めにした。なんともひどいことですね。その後、石垣は見事に出来上がり、城は完成しました。すると、夜中に娘のすすり泣く声が聞こえるというので、恐れて天守に近づかなかったという、その娘の怨念か、城が完成後に、藩主堀尾家は親子が急死し、三代で世継ぎがなく廃絶した。小泉役も人柱になった娘でした。その他にも古代の古墳跡で矢尻が胸に刺さった白骨が天守の地から発掘されています。それらの霊を慰めるために天守横に祈祷櫓が建てられたようです。